いよいよ田村選手の昇格が現実味を帯びてきました。楽しみじゃな。先日の2軍戦で長弾弾ライナーでホームランを放ち、これで10試合連続の安打。単打が多かった中での一発に手応えも感じつつ、1軍と2軍では違う時を引き締め、1軍の打席もイメージしつつ集中力を高めているそうだよ。そんな田村選手の状態の良さに高監督も、1軍に何かあれば推薦できる、この状態を維持してほしい、と昇格にも言及。昇格候補の一番手と言って良さそうだね。ポジションにもよりじゃろうかな。1軍の外野手では秋山選手、野間選手の状態が良く、中村翔成選手が結果を出し始めた。その中で末金選手が絶不調と心配されている状況だから、早めの入れ替えもあるかもしれないね。シャトー選手も上げてきておるな。そうだね。しばらく安打が出ず打率もかなり下降したけど、また当たりが戻り始めてる。先日も豪快な一発を含むマルチ安打2打点。ファーストでの出場もあったから、1軍昇格も視野に入っているのかもしれない。ベテランの休養日が増えている1軍だから、若手はこのチャンスをしっかり掴んでほしいね。ということで、2軍野手のお話でした。